南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難じらをうやもあえて教慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、五章の1292の後ろから2行目、後ろから2行目ね、1292の後ろから2行目のところに段落がありますけども、そこから次のページの5行目の真ん中のところに正常を立てしゆえにというところまで読みますね。はい、じゃあ一緒に読みます。破領関東御所にのたまわく世はかつ白示されて僧侶がごとく幼少の時より学問に心をかけし上大黒蔵菩薩のご法前に願を立て日本第一の智者となしたまえ12の年よりこの願を立つその諸願に司祭あり今詳しく載せがたしその後まず浄土宗伝宗を聞くその後永山恩情公や教中田舎等著書に修行して自他宗の訪問を習いしかども我が身の不信あれがたき上元よりの願に諸宗いずれの宗なりとも返答修身あるべからずいずれも仏説に証拠訓明に道理厳然ならんを持ちゆうべし論士役者人士等にはよるべからずもっばら教文を先頭戦また訪問によりてはたとえ王の攻めなりとも暴かるべからずいかに言わんやそのいかの人や父母死刑等の教訓なりとも持ちうべからず人の心不信は知らずありのままに申すべしと正常を立てしゆえに南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経本日は日蓮大聖人様の立教改宗会にあたりまして皆様方にはこの大切な意義を踏まえてご参詣をいただき誠に尊くありがたく存ずる次第であります。日蓮大聖人様は承久4年1222年2月16日千葉県
阿波小湊片海のに漁師の子供として生まれます。12歳の時に房総半島一の大寺であった清澄寺へ登ります。そこから4年間見習いとして学問に励み、天台宗真言宗の教えを、まあ、清澄の寺がそういうお寺でしたので、天台宗真言宗の教えを学び修行し、正式に出家したいという志を強く持って、16歳の時に正式に禅道坊を師匠として出家し、蓮長という道号をいただきます。4年間の生活の中で、清澄寺は房総半島一の大寺であるにもかかわらず、仏教に関する本もなければ、仏教全般を深く教えてくれる先生になる人もいない、村の法事や葬式に明け暮れるだけの寺だということに、日蓮大聖人様は満足できず、出家したからにはたくさんの経典の中で何が一番正しい法なのか、何宗が一番正しい宗派なのか、自分はそのことが知りたいし、一番正しい教えを学び深め、一番正しい宗派の修行をしなければ信仰の道に入った意味も甲斐もないではないかということを、日蓮大聖人様は考えたわけであります。今の世の中のほとんどの人が、毎日の生活の中で皆さん方のように信心を中心にしている人はいません。仏壇も家の中心に必ず安置している人はほとんどいません。本家の家を継ぐ人の家か、家族の中で亡くなった人が出たら、初めて仏壇屋へ行って仏壇を買ってきて、仏壇屋で買った本尊を祀って、亡くなった人の遺灰を置いて、亡くなった人の供養のための仏壇、亡くなった人が出なければ、亡くなる人が出なければ仏壇がないのが当たり前。そして私の家は分家だから仏壇はありませんというふうに考えるのが常識の、この世の中の常識の考え方であります。無神論でも正月や困った時、願い事がある時は何が本尊なのか、どんな教えであるなの、あるのかもわからないのに、救ってください、守ってください、助けてくださいとすがり、その願いが叶わなければ神も仏も世の中にはないのかと毒づく。何も信じていないのに、死んだ時には何宗でもいいから僧侶に何のお経でもいいから読んでもらって、できる限りのお金で少しでも長い立派そうな戒名をつけてもらいたい、お経を、そういう時にお経や戒名をつけるその僧侶も、何も知らない飛び込みの信心をしていないものでも、お金さえもらえればお経も唱えるし戒名もつけるのが仏縁で慈悲だというふうにそれらの坊さんは言うのであります。無神論であれば創価学会員のように胸を張って亡くなった時も生きていた時の名前のままで、何も信じていなかったのだから何も信じないで死んでいくことの方が理屈に合っているわけであります。日蓮大聖人様のこの生きた鎌倉時代には、今私たちが見ている、今私が話したような世の中よりも、念仏宗も真言宗も
禅宗も真剣に命がけで信仰している人たちが多かったのであります。しかしやはり日本人の気質というのか、何でも信じ何でも拝むという原罪利悪の信仰の姿というものが日本人の気質の中に存在しているのであります。この世の中の姿に対して日蓮大聖人様は、それはダメだと、迷っていると、信仰の本当の目的が成仏であること、間違った法を信じていれば間違った世の中になり混乱していく、当然成仏はできない、真実の法は一つであるはずだということを12歳から16歳の時点で知識として学問として何も日蓮大聖人様は知らなくても、そうでなければいけないはずだという方向性を日蓮大聖人様は抱いて心に立てていたわけであります。このことに付随してお話をさせていただきますけれども、インターネットの三宝院のホームページに皆さん方にお話しした説法をそのまま載せて YouTube で誰でも聞けるようにしています。携帯電話はわからないんですけども、ガラケーはわからないんですけれども、スマートフォンであればパソコンを持っていなくても誰でも聞けるようになると思います。で、それはこの本堂で今こうやって話しているこの説法、ここだけの話ではなく、広く多くの人に日蓮大聖人の仏法というものはどういうものなのかということを知ってもらう縁になればというふうに思って、そしてここだけの話ですよという説法は本当の説法ではありませんですので、ですからここで話したことは、まあ大げさに言えば世界中の誰が聞いてもこの日蓮大聖人の仏法がどういうものなのかということを知って考えてもらえるというふうに思って、そういうふうにしているわけであります。そのおかげで随分信仰していない人から、創価学会の人、退席時の人、多数の人、そういう人からのこの接触っていうか、この なんていうんですかね、コンタクトっていうか、そういうものが随分この増えて、本当にここにそういう人たちがその勇気を持って訪ねてきてくれるということはほとんどありませんから、ですからそういうつながりが生まれたということは本当にありがたいことだなというふうに思っています。で、ついこの間ですね、私はその人と電話で話したこともあったこともないんですけれども、ついこの間その説法を聞いたという創価学会員の人から、まあ手紙の内容を見ると創価学会の人だなということがわかるんですけども、創価学会の人からメールと手紙が来ました。で、こういう考え方の人が他にもたくさんいますので、この場を借りてお答えをしたいというふうに思います。というのは、先ほども言ったようにここで話したことはまたその録音が他の人にもその聞くことができるようになりますので、で、この三宝院のご信者さんの中にも創価学会の時に受けた指導がまだ心の中に残っていて、これから読むところの手紙の内容と同じような考え方を持っていまだになかなか改めることができない人もこのいるんじゃないかというふうに思うからであります。で、その内容というのはですね、何回か
ネットでこれもう手紙の文章ね、何回かネットで御所講義や日蓮の仏法は何のためかなどを聞いて気になることがあったので、この度手紙を書くことにしました。ご住職の話の内容のほとんどは納得がいくのですが、ただ一つだけ私は違う意見を持っています。それはご住職の言う学会が今までやってきた功徳が出るとか願いが叶うとか宿命転換などと言って釈伏してきたのは日蓮仏法から言って間違っているとお話をしていましたが、結論から言うとそうなのですが、戸田先生は相手の悩みに訴えて釈伏するんだと指導していましたが、それはあくまで相手に信心させるための方便だと思うのです。牧口先生はバチロンばかり言っていたそうですが、戸田先生は戦争で国民は散々バチを食らったので、もうバチロンはいいだろう、みんなの苦悩にあえぐ今が時だと悟り、今の抱えている悩みが解決して必ず幸福になるから釈伏をしてご本尊様を拝みなさいと訴えたのだと思います。お腹が痛くて苦しんでいる人にこれを拝むと成仏するからご本尊を授持して信心しなさいと言って釈伏して、はいわかりました、今から一生成仏するために信心しますと素直に入信する人が、お腹が痛くて苦しんでいる10人のうち何人が言われた通り信心するでしょうか。今日食べるお米のない人が成仏するために今すぐ信心するでしょうか。戸田先生はだいぶ後になって言っています。本当は死ぬ時のために信心するんだよ、これが本当の戸田先生の気持ちで、ちゃんと日蓮大聖人の仏法を誰よりも分かっているのだと思います。法を広めるためにはこの時を逃してはならないと思い、入信した後は信者に徹底的に御所講義教学を教えました。ただの一般市民の信者に僧侶顔負けするほどの御所や教学に力を入れて、ちゃんと一生成仏できるように指導しています。私は池田先生は好きではありませんが、戸田先生は大好きです。創価学会も戸田先生が作ったのです。学会を私物化した池田氏が作ったものではないので、私はやはり根本の学会は好きです。早くみんな仲良く信心して本当に高専ルーしてほしいと思います。今の大石寺の大石寺の姿かね姿は私も何か日蓮仏法からただのお金儲けのための宗教団体に見える時があります。これからもご住職のご所講義は大変ためになりますし、勉強にもなりますので楽しみにしています。学会の釈伏の仕方はある意味間違っていなかったと思います。新人の入り口は広くして、出口成仏は簡単ではなく本人次第だし、学会はちゃんと宗門よりも信者に教学を教えています。以上私の意見です。これからも頑張ってください、ありがとうございました、というふうにまあ書いているわけなんですけれども、こういう手紙をもらいました。またこのパソコンでメールでこれと同じようなこの内容のメールもいただきました。で、病気が治る、お金が儲かる、悩みがなくなるという釈伏の方法指導はあくまでも方便であるというのであります。本当にそうでしょうか。本当に創価学会は80年経って日蓮大聖人の仏法の目的は成仏であると、そういう最初に病気が治る、お金が儲かるというその方便の教え指導を捨てて、日蓮大聖人の法を本当に正面から
示しているでしょうか。日蓮大聖人の教えの中に、教えの中には宿命転換とか人間革命とか宿業を断ち切るという考え方は一切存在しないのであります。そういう教えはないのであります。ある意味日蓮大聖人の生きられた鎌倉時代は戦後の日本の時代より創価学会が生まれたその時代よりも混乱した苦しい世の中でした。しかし日蓮大聖人様は創価学会のような病気が治るお金が儲かるという釈迦はしていません。それは方便ではなくして嘘だからです。腹が痛かったら病気が治るから南無法蓮華経と唱えなさいと言いますか。腹痛の薬を飲ませます。それでも治らなかったら病院へ連れて行く。方々の進行しているから腹が痛くなったのではなくして悪いものを食べたから痛くなったという道理を見極めなければいけません。当然私はあなたが方々をしているから腹が痛くなったんだということは言いません。私は前皆さん方に申し上げましたけれども、私が坊さんになるきっかけというのは、私が幼い時にずっと苦しんだ脱腸がその原因でした。しかし脱腸の人を見たからといって、私も治ったからあなたの脱腸も治るから信心しなさいということは私は言ってこなかったし言いません。病気にしても、例えば癌にしても、いろんな拘束にしてもですね、みんな十人十色でみんな症状というものは違うわけであります。病院にかかってお医者さんが治すということも、これも真実の道理ですから、ですからその道理に任せるということをしなければならないわけであります。病院のお医者さんがサジを投げたことに対して、じゃあどういう進行をするのか、もうなすすべがないといったときに、自分の命として、自分の生き方として、この進行というものにそのすべてをかけてみようと思って生きるということは、これは大切なことだと思います。しかし病気で病院よりもお医者さんよりもこの信心ですというようなことを大聖人様も当然言っていません。大聖人の時代は坊さんは魚や肉を食べちゃいけないというふうに言われていましたけれども、弟子が病気になった時には、肉を食べてでも、卵を食べてでもこの病気というものを克服して治して、そしてまた元の体に戻さなきゃいけないということを大聖人様も日光聖人様もおっしゃっています。ですからそういうふうに、この腹が痛いからで信心しなさい、お大名を唱えなさいというような、そういう無茶苦茶なことは私は当然言っていない、また言ってきたつもりはないわけであります。入信するときは方便と言っといて、徐々に本当の日蓮大聖人に導けばいいという人がいますけれども、創価学会は80年ずっと減税利益です。だからどれだけ南無法蓮華経とたくさん唱えても、日蓮大聖人の仏法ではないのであります。真に釈迦していかなければならないのは、世の中にたくさん宗教があるけれども、するなら本物の正しい方を信じないといけない。間違った信仰をすれば、間違った生き方、間違った考え方、間違った心、間違った世の中になる。正しい方を信心すれば、正しい生き方、正しい心、正しい生き方、正しい世の中になる。すべての命に仏の命が備わり、すべての命は仏になる資格が平等にあるということを説いている法は、日蓮大聖人様の法だけであります。私は難しいことはわからんから、私はこの難しいことは言えないから釈迦できませんという人がいますけれども、そんなに難しいことを知らなくても釈迦はできます。
皆さん方が行っているところの貫いてきたところの信心の心、信心の気持ちを相手に伝えればいいわけですから、それが釈服であり、そしてその伝えたことによってその人が信じなくてもこの南無法蓮華経の縁を結ぶということが大切な釈服だということなんです。ですから大聖人様はこの信心をしなかったら罰が当たるぞとか、この信心をしたらいいことがあるぞとかいうようなことも一切この御書の中に書かれていないと。先ほど言ったように戦後の日本のこの困窮した混乱した状況の時代よりも大聖人様の時代というものはもっと大変な、立正安国論のあの天変地異のあの時代というものの中においても大聖人様はそういう方便だからというようなことは一切使わなかった、しなかった。そのことを私たちは正面から受け止めてこの信仰というものをしていかなければならないわけであります。創価学会員がどれほど増えても日蓮大聖人の仏法を信仰する人が増えたのではありません。創価学会の組織が大きくなっただけのことであります。日田聖人が申し上げたように、日田聖人以外の人でも誰でもそうですけれども、間違った法が広がっても公然流布じゃないんだということは、これは真実であります。ですから皆さん方は創価学会を辞めたんです。創価学会にいて日蓮大聖人の信仰はできないというふうに判断して決断したから皆さん方は創価学会を辞めた。方便だったならば辞める必要はなかったということになりますですね。話を最初の御書の内容に戻しますけれども、最初のところはですね、世はかつ知ろしめされて候がごとく、幼少の時より学問に心をかけし上、大国蔵菩薩のご法前に願を立て、日本第一の智者となしたまえ、十二の年よりこの願を立つというふうにあります。清澄寺に登った十二歳の時より、多くの経典、多くの宗教の中で何が一番正しい仏教の目的であるのか、仏教の目的で本来あるべき一切至上平等成仏の法を説き明かしているのはどの経典なのか、どの宗教なのかを判断する知恵が欲しいと、国蔵菩薩に願を日蓮大聖人様は立てたわけであります。そしてその次に、その諸願に司祭あり、今詳しく載せがたし、その後まず浄土宗禅宗を聞く、その後永山恩城荒野胸中田舎で田舎等諸々に修行して、自他宗の訪問を習いしかども、我が身の不信晴れがたき上、もとより願に諸宗のいずれの宗なりとも返答修身あるべからず、いずれも仏説に証拠分明に道理厳然ならんを持ちうべしというふうにあって、いつも皆さん方にお話しするように、日蓮大聖人様のご両親は朝廷方についていた役職を持ち、承久三年の承久の乱、武士と朝廷が権力闘争をして朝廷が負けて武士の世の中になった時に、朝廷に仕えていた人々はすべてその職を失って追放されたわけであります。両親はその日暮らしができるにわか漁師となり、日蓮大聖人様が生まれます。当然両親はどんな権力、財力、家柄、肩書き、世の中の流れにも変化することのない真実の法を見つけたい、子供にもその真実の法にかなった人生を歩んでもらいたいと願って、自分たちの老後も
もう鎌倉時代ですからね、子供が年取った親の面倒を見るっていうのは当たり前のことですけれども、自分たちの老後も死んだ後の家を継いでもらいたい、名前を継いでもらいたいという気持ちも全部捨てて、日蓮大聖人様、一人っ子の日蓮大聖人様を出家させるわけであります。自分は自分の老後の面倒を見てもらう人間がいなくても構わないというふうに考えて、たった一人の日蓮大聖人様を出家させる。出家させるということは、出家しても面倒を見てくれよということはもう言えないということですから。ですから出家する大聖人様も決断をしなければなりませんけれども、両親もその決断を同時にされたということになります。ですから日蓮大聖人様もその両親の思いを継いで出家したからには、何としてもその真実の方を探求しなければいけないというふうに考えたわけであります。ですから清澄の寺に本もなければ教えてくれる人もいないってなったら、なんか肩透かし食ったみたいに、なんちゅうぬるいところだというふうに大聖人様は、何にも仏法のことが分かんないけれども、ここにずっと何年もいても何にもなんないということを大聖人様は考えたわけですよね。考えた。だから皆さん方が、あ、このまま創価学会にいてもダメだというふうに考えたのと同じこのつながりになるということになりますよね。そして浄土宗禅宗の教えですね、を学び、そして比叡山恩成寺、真言宗の高野山、京都の各寺院、田舎の大寺等に寝泊まりをさせてもらい、それぞれの宗派の教え修行を身をもって行じていくわけであります。天台宗の教えと真言宗の教えが清澄寺のこの教えになっているわけなんですね。だから大聖人様はこの天台宗の縁というものをこの比叡山に結びつけます。そして真言宗の批判は、よく鹿の格言で真言亡国立国賊っていうふうに大聖人様が言い放ったっていうふうに言いますけれども、大聖人は若い時には真言亡国って言ってないんです。ずっと後になってその真言は国が滅ぶということを言い出しました。それは自分が出家した清澄の寺の教えっていうものが真言宗の教えですから、ひょっとしたらよその真言宗の本山に行って修行をし学問をしたら、この真言宗の清澄のお寺でこの教えてもらったことよりももっと深い教えというものがあるかもわかんないということを考えましたから、いきなり真言宗の批判というものは大聖にはしていないわけなんです。だけど皆さん方の中に真言宗の信仰、自分の家が真言宗だったという人がいるかもわかんないんですけど、真言宗っていう教えは本当にうさんくさい教えなんです。うさん、日本人っていうのはうさんくさいことを何かありそうだ、何かありがたそうだっていうふうに感じる、その考え方があるんですね。この三宝院の御法前はもう何にも暗がりはないんです。もうそのまま明るいまんまです。だけどよそのお寺行くとなんか暗くこうってなんかありそうだな、なんかもっと奥になんかがこの隠されてんじゃないかっていうふうにな、そのこの御法前になってるんですね。でそういうのに日本人って弱いわけです。そのもう全部その洗いざらい、もうこれしかありません。三宝院の本尊は一つしかないんだ、中心。よそのお寺行くと右の方にも左の方にもいろんなものが置いてあるんです。どれを拝むのかなっていうぐらいいろんなものが置いてあるんですね。で境内地にもいろんなものが祀ってあるわけです。
でここへ来たらもう拝むのは一つしかありませんから。だからそのいろんなものを拝む、その信心をしている人がいたら一つしかないのかって思うかもわからないですよね。だけど皆さん方は一つしかないっていうのが当たり前だと思ってますから、よそ行ったら違和感がありますよね。なんじゃこれやと、どこを拝むんだというふうにそのみんな考えるわけですよね。でこんだけもう考え方にも違いがこのあるということになります。真言宗というのはですね、大日如来が大日経というお経を説いたんだと、お釈迦さんよりも大日如来は偉いんだという教えなんです。そしてその大日如来が説いた教えを集めて南天という、南の天って書きますけれども、南天の鉄でできた塔にこの納めて置いたと言うんですね。鉄の塔に。でもしくは森で木こりがその大日経というお経をポロッと偶然見つけたんだという、この二つの説があるんです。森の木こりがコロッとそこにあった大日経というお経を見つけ出して、これはすごいお経だということで信仰が始まったっていうのと、それから大日如来がこの鉄の塔にこの大日経というお経をこの説いて、そしてその鉄の塔に納めておいた。それをお釈迦さんが亡くなってから700年後に龍樹菩薩という菩薩が現れて、その龍樹菩薩が鉄の塔に納めてあったところの扉を開いて、そのお経を取り出して、それでこの真言宗が始まったっていうんです。そんなめちゃくちゃな宗教はないですよね。そんなそのお釈迦さんと何のつながりもないその宗教の方がお釈迦さんよりも偉いんだっていうふうに言っても、それはちょっとどうかなということになりますよね。龍樹菩薩は法華経の中にも出てきますから、だから法華経の中に出てくるということは法華経の行者ということです。法華経の信仰者ということです。だけど真言宗は龍樹菩薩が真言宗の一番最初の始まりの人だということで、龍樹菩薩を大切に、一番最初の人だって大切に扱うわけです。そういうようなめちゃくちゃなこの信仰なんですけども、うさんくさいから、うさんくさいから、なんかありそうだ、なんか奥がありそうだ、なんかありがたそうだというふうにこの信仰する。もう最初から理屈が合ってない、道理が合ってないんです。道理が合ってない。だけどそれが一人歩きしだすと、みんなたくさんの人が信じていくというこの宗教のこの不思議さ。オウム真理教でも命を懸けて信仰する人がいる、人の命を取っても平気だっていう信仰者が出てくるというのと同じなんですね。同じなんです。だから本当にそういう意味でそういう形の宗教になっていった時に、本当に宗教は恐ろしいということにこのなっていってしまうということなんですね。だから大聖人様は高野山にも出かけていって、この真言宗の教えというものをですね、その高野山本山に行って、そして真から学ばなければならないというふうに考えて高野山にも出かけていったということなんですね。そしてそれぞれの宗派の教えを修行を身をもって行じて、そしてそれらの修行学問の中には、一切衆生平等成仏にかなうものはなかった。真言宗でも大日如来に任せなさい、南無阿弥陀仏であれば阿弥陀如来に任せなさいと、任せなさいという教えであって、成仏できるっていう教えじゃないんです。だから大聖人様はこれらの教えじゃダメだというふうに考え、そして
何宗だからという先入観を持たないで、主張する教えがどの経典に書いてあるのか、道理にかない、誰にでも納得共感できる教えなのかということを、すべての教えに当てはめて大聖人様は判断されたわけであります。自分が清澄の寺に登って天台宗の教えと真言宗の教えを最初に習ったから、だから天台宗と真言宗にはエコひいきした心で接しようというようなことは大聖人は考えなかったわけなんです。自分が最初に縁をした宗教であっても正しいか間違ってるかということを一番の原点の経文というものに準じて考えていこうというふうにこの大聖人様はされたわけなんですね。そしてその次に、論師役者人師等にはよるべからず、もっぱら経文をせんとせん、また法門によりてはたとえ王の責めなりともはばかるべからず、いかに言わんやその以下の人や父母師匠等の教訓なりとも持ちうべからず、人の真不真は知らず、ありのままに申すべしと正常を立てし、いうふうにあるように、原点になる経典を解釈している論師役者人師の言葉は、どれだけその人たちが人望があり仏のように尊敬され崇められている人であっても、原点をねじ曲げ拡大解釈をしているものがあり、原点の経典よりもそちらの解釈の本の方が重んじられているものがあるので、それは用いないと。そして原点の経文の中に一切衆生平等の法を見出したならば、国王がお前を殺すぞ、お前の両親の首をはねるぞ、国の中どこにも住めなくされ乞食になったとしても、自分が見つけ出した真実の法を貫く道の方を私は選ぶと。当然国王以外の人にそのような妨害迫害をされたとしても、当然貫く道を私は選ぶと。父母師匠兄弟子がやめるべきだというふうに説得してきても、その言葉に従うわけにはいかない。多くの人々が信じてくれるか信じてくれないか、たくさんの人が信じてくれているか誰も信じてくれないか、そんな評価に流されるということはしないと。原点である法華経に説かれている一切衆生平等成仏の法をありのままに言い、ありのままに実行して自分は生きるだけであると、このように示され、建長5年4月28日笠ヶ森の山の頂にて南明法蓮華経のお題目を唱え、清澄寺に集まったふるさとの人々に向かって、一切衆生平等成仏の真実の救いを説いている法は法華経の南明法蓮華経しかないと。集まったふるさとの人たちに、病気が治る、お金が儲かる、悩みがなくなるという説法は大聖人様はしていないんです。創価学会のようにしていないんです。当然です、大聖人様が求めているのは一切衆生平等成仏ということを12歳の時に思い、そして16年間の修行の中でずっとそのことを求め続けて、そしてふるさとの人たちに病気が治る、お金が儲かるって言うわけないですよね。今どんなに理不尽な苦しい生活をしていても、成仏できる方はこの南無法蓮華経しかないんですよということ、今幸せになるということよりも成仏するということが私たちが生きている本当の目的なんですよということを大聖人様はそこに説き示したわけであります。ね、この南無法蓮華経を信じなければ
私たちは一切の仏と同じように仏になることができないんだということを大聖人様はそこで訴えたわけであります。そして日蓮大聖人様は原点根本の恵方不恵人、国王の責め、父母師匠兄弟の戒め、世間の人々の評価、そんなものでも乗り越えていくという誓いを生涯貫き通したわけであります。建長5年4月28日にはそう思ってたけども、だん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 苦しくなって、だん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 志が曲がってきましたという人は当然世の中にはたくさんいますけども、大聖人様はその最初の誓い、最初の思いというものを61歳の生涯が終えるまでずっと貫き通したということなんです。ね、創価学会の誤りに気づいて創価学会を辞めて昇進覚醒運動の道を選んだ皆さん方も、当然この日蓮大聖人様の心につながる命を持っているということなんです。どうかこの日蓮大聖人様の生涯につながる信心をこれからも同じように、創価学会を辞めた時はああだったけども今はこんななっちゃったわと言うんじゃなくて、その時と同じ思いというもの、本当の日蓮大聖人の信心がしたいというその思いというものを私たち自身臨終の夕べに至るまで貫いて信仰することが、この日蓮大聖人の弟子としての道につながる道なんだということなんですね。それをこの建長5年4月28日の立教改修へのこの法要というものに皆さん方が参詣をされて、その思いというものを今まで以上に深く自分の心というものに刻んでいっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。